1875年頃の白黒写真を再色した、再色写真写真とは、英語のフォトグラフという語は、イギリスの天文学者、ジョン・ハーシェルが創案した。フォトマイナスは、光のグラフは、書くもの、書かれたものという意味で、日本語で、黄画とも訳される。フォトグラフから略して、フォトと呼ぶこともある。暗室のセルフポートレート、日本語の写真という言葉は、 中国語の間を映したものからである。一般に被写体に光が当たるとその表面の各点において乱反射が起きる。ピンホールや突レンズ等を利用して被写体の各点に対応する光線を増面の各点に写像することで実像が得られる。精密な像を得るために特に写真用に設計された光学系を俗に写真レンズというカメラは 以上の光学系に加えて、シャッターなどの補助的な機構を備えた暗箱であり、さらに撮像素子によって、電子的に像を得たり、乾板や写真フィルムなどの観光材を観光させて、戦像とする。銀塩写真では、その後に現像、引き伸ばしなどのプロセスを経て写真が得られる。銀塩写真の原理も午も以前と何ら変わるものではないが、デジタルカメラの普及以降、 レトロニム的に、単に、写真ではなく、銀塩写真と明示的に言うこともある。なお、アナログ写真という語は、撮影から現像、あるいは印刷に関して、デジタル技術をほとんど用いないものに用いられる。ハロゲン化銀は、光が当たると、銀イオンが還元され、金属人微粒子の核ができる。観光して、銀粒子核の先像となってもそのままでは画像には、ならない。 観光した部分にある銀はごく少量のため、適当な量まで銀粒子を成長させて可視化する必要がある。これは現像処理で行う。また、観光しなかった部分はそれ以上観光しては困るため、不要な部分のハロゲン化銀は取り除く必要がある。これは定着処理で行う。ハロゲン化銀は観光するとき、波長を吸収する領域が青色に寄っている。そこで、 可視領域にわたって観光させるために観光色素を用いて、本来の吸収波長以外にも反応が起こるように設定する。まず観光色素が光に反応し、色素の電子がハロゲン加減へ移動することによって、ハロゲン加減の直接の観光と同様の変化が成立する。可視的な電磁波の特定の波長領域にのみ観光するようにし、 見原色に対応するように観光素を重ねるとカラーフィルムになる。デジタルカメラやテレビカメラ、ビデオカメラでは撮像素子として撮像管などを使ったものでないものは固体撮像素子を使っている。固体撮像素子は微小なフォートダイオードが規則的にびっしりと並んだものであり、光子が PN 接合に入ると電子を叩き出して電化が発生するというものである。 量子効率は銀塩写真のハロゲン加銀の場合よりもはるかに高いため高感度である。これを操作して信号として取り出し AD 変換形を送る。あるいは電子スチルビデオカメラ等ではアナログ信号のまま直接 FM 変調などによって磁気テープ等に記録する。撮像管の場合は光電効果による電化を次回内視電界によって操作される電子ビームによって 読み取り、電子信号とする。写真の観光量は光の量によって基本的に決まる。これを相反則という。ただし、観光量は入社した光の量にどこまでも比例するのではない。ミロコーブはベースフィルム以上単色にはならないし、観光するハロゲン加ンは限られているから、一定以上の光を当ててもそれ以上濃くならない。したがって、 光の入射量と画像の濃さをグラフにすると、シグモイド関数のようになる。変化の中間部は直線的であり、この部分の傾きのことをガンマという。露光時間が極端に短かったり長かったりする場合には、相反則が成立しないことがある。これを相反則付きという。カラーフィルムでは色ごとに相反則付きの状態が異なるため、カラーバランスが崩れる問題がある。 短い方は通常のカメラの数千分の1秒程度では顕在化しないため通常は気にされることはない。一方長い方は夜間や天体の撮影で問題になる。1977年頃には長時間露光時の相反則吹き対策や分光感度を調整した天体撮影用のスペクトロスコピック観光材料が市販されていたほどである。なおフィルムの場合、 冷却することで長時間露光時の相反速吹きを低減できることが経験的に知られている。なお、長時間露光においては、相反速吹きとはまた別の問題もある。現在利用可能なオピトロニクスによるデジタルカメラでは、画像に熱雑音と制作不良から発生するランダムノイズが乗る。一部のデジタルカメラでは、長時間露出する際のノイズを軽減する機能がついている。 非常に長い時間旅行する場合、ノイズが最終的な画像に影響しないように、撮像素子を低音で動作させる必要がある。天文撮影や化学機器では、冷却機構が最初から設計に含まれているものもある。35mm 一眼でフ用、交換レンズ写真撮影とは、カメラによって静止画を記録する行為のこと。カメラ及びカメラオブスクラは、撮影機器である。 写真フィルム、または電子的記録カードが記録媒体であるが、他の方法が取られることもある。例えば、光学コピーや鑑式コピーは、長期的に使用可能な画像を作るが、写真フィルムではなく静電気の移動を使っているので、電子副写という。マンデーの観光したレイオグラフなどのフォトグラムは、因果紙に投影された影でできた画像であり、カメラを用いない。 スキャナのガラス面に直接撮影対象を置くことによって電子輻写を行うことも可能である。撮影者は記録媒体を必要な量の光に露出する目的でカメラとレンズを選択、操作できる。選択、操作の対象には以下のものなどがあると思われる。カメラの操作は互いに関係する。絞り左側は F 値が小さく、右側は F 値が大きい。 フィルム面に到達する光の総量は露出時間、レンズの絞りによって変わる。このうちどちらかを変えれば露出が変わる。露光時間はシャッター速度で表される。露光時間が1秒より短い場合は通常分子が1の分数で表記され、それはカメラのシャッター速度設定ダイヤルに明記されている場合、秒の逆数で表示されている場合が多い。絞りは f 値で表示されているが、これはレンズの明るさを表している。f は焦点比の f である。回値がルート2分の1倍になるごとに、絞りの直径はルート2倍大きくなり、絞りの面積は2倍になる。典型的なレンズに刻まれた f 値は2.8、4、5、6、8、11、16、22、32などであるが、これは 数字が大きくなるごとに光の量が半分になっていくことを意味する。特定の露出のシャッター速度と絞り値は様々な組み合わせが成立する。例えば125分の1秒で回8と500分の1秒で回4では同じ量の光が得られる。当然ながらどの組み合わせを選んだかは最終的な仕上がりに影響する。シャッター速度の変化は 対象とカメラの動きの反映の度合いを変える。絞りの変化は、被写界深度を変える。被写界深度は、焦点の前後に広がるピントが合っているように見える、範囲のことである。例えば、超焦点レンズを絞りを開いて使用した場合、対象の目には鋭く焦点が合うとき、鼻の頭はピントがあって見えないということが起こる。反対に、単焦点レンズを使用し、絞り込んで、 遠距離に焦点を合わせて使えば、対象の目にも鼻にもピントがあって見える写真を撮影することは容易である。超焦点レンズを使用し、絞りを開いて近距離に焦点を合わせれば、被写界深度は極端に浅くなる。反対に単焦点レンズを使用し、絞り込んで遠距離に焦点を合わせれば、被写界深度は極端に深くなる。絞り値、焦点距離、 焦点の位置が同じでも、レンズの F 値によって、被写界深度は異なる。また、レンズの F 値が同じでも設計、表記と実際との差などにより、被写界深度は異なる。また、十分に、小さい絞りを使うとかなり広い範囲にピントを合わせる、ことができる。これは、パンフォーカスと呼ばれる。材質に関わらず、カメラが捉えた像を最終的な写真作品にするには、 何らかの工程が必要である。この工程には現像と焼き付けなどがある。焼き付け工程では、いくつかの調整によって、結果を変えることができる。こうした調整の多くは、イメージキャプチャーなどで行われる調整に似ているが、引き伸ばし機を用いた焼き付け工程に固有のものもある。大部分はデジタルによく似た調整であるが、大きく異なる効果をもたらすものもある。 調整には次のものなどがある。モノクローム写真100%コットンなどのバラエタイガシ、RC コート紙、水彩紙を応用したインクジェットプリンター用紙などは独特の風合いがあり、黒や髪の白の発色、色合いは様々である。プリンターの高性能化に伴い、デジタルでのモノクロームプリントが多くなった。デジタル写真、デジタル化された写真においては、カラーから、 モノクロームへの変換は容易である。カラー写真1861年にジェームズ・クラーク・マクスウェルが撮影した世界初のカラー写真。被写体はタータンのリボン。カラーの因果紙は当時は存在せず、この画像自体は犬板をもとにコンピューター合成により再現したものである類王論により1877年に撮影された紙として現存する最古のカラー写真。 映っているのは、アジャンの街並み1910年に撮られた、プロクジンゴルスキーによるカラー写真。1910年代に、ロシア帝国各地で撮られたものの一つ。写真は、セリゲル湖の島にある、聖教会の聖ニル修道院。カラー写真は1800年代に、アレクサンドル・エドモン・ベクレルラにより開発が始まった。初期のカラー実験では像を定着させることができず。 さらに退色しやすかった。初期の交代、光製のカラー写真は1861年に物理学者のジェームズ・クラーク・マクスウェルによって撮影された。彼は3原色のフィルターを1枚ずつかけて3回タータンのリボンの写真を撮影し、3原色中1色のフィルターをかけた3つのスライドプロジェクターで画像を投影してスクリーン上で合成することにより、 撮影時の色を再現することに成功した。しかし、赤色の再現に問題があった上、この試みは1890年代になるまで忘れられてしまっていた。マクスウェルが手法を確立した初期のカラー写真は、それぞれ異なるカラーフィルターレンズを前面に持った3つのカメラを使うものであった。この技法は暗室や 画像処理工程に3系統の処理設備を必要とし、カラー用の因賀紙がまだなかったため鑑賞はスライドで見るのに止まり、実用化までにはいかなかった。当時は必要な色に対する適当な感度を持つ乳剤が知られておらずカラーフィルムを製造することができなかったため、ロシアの写真家、セルゲイ・プロクジンゴルスキーは3枚のカラー写真看板を 連続して素早く撮影する技法を開発した。1868年にフランスのルイ・デュ・コ・デュオロンはカーボンプリントに原稿混合を用いることにより初めてカラー写真を紙に定着させることに成功した。この原理は現在も印刷技術に用いられている。1873年ドイツの科学者 ヘルマン・ビル・ヘルム・ホーゲルによりついに赤と緑に適当な感度を持つ乳剤が開発され、カラーフィルムへの道が開けた。1891年、ルクセンブルクのガブリエル・リップマンは三色干渉によるカラー写真を開発し、この功績により1908年にノーベル物理学賞を受賞した。この技術は実用化こそされなかったものの、現在ではホログラフに応用されている。 1904年、フランスのルミエール兄弟によって最初のカラー乾ンであるオートクロームが発明され市場に現れた。これは染色したジャガイモのデンプンで作られたスクリーン板フィルターに基づいたもので、ドイツのアグフアが1916年に染色したアラビアゴムの祭流で作られたフィルターを使用するアグフアファルベンプラテンを発明するまでは市場における唯一のカラー乾ンだった。 1930年、アメリカ合衆国のジョージ・イストマンは100万ドルの賞金をかけてカラー写真の簡易方法を募集した。音楽家のレオポルド・ディ・マンネスとレオポルド・ゴドフスキー・ジュニアは多層入材方式のカラーフィルムを考案し応募して、コダックに入社、同社の研究人と協力して1935年、最初の近代的なカラーフィルムであるコダクロームを発売した。 コダックは当初コダクロームを神と人により作られたと宣伝していた。日本の最初のカラーフィルムは1940年に小西六写真工業が発表したコダクロームと同方式の桜天然色フィルムであり、続いて富士写真フィルムも富士発色フィルムを公表している。1936年にはアグフアのアグフアカラーノイが追従した。アグファカラーのイは IG。 ファルベニ・インドストリーにより開発された発色剤を乳材層に含有させたもので発色現像が1回で完結されるなどフィルムの処理が大幅に簡略化されていた。コダクロームを除くほとんどの近代的カラーフィルムはアグフアカラーノイの技術に基づいている。インスタントカラーフィルムは1963年にポラロイドから発売された。カラー写真は スライドプロジェクターで使うための洋画の透過フィルムとして像を撮ることもできるし洋画の焼き付けを作るためのカラーイン画を作ることもできる自動プリント機器の登場によって現在では後者が最も大衆的なフィルムである非人間写真観光材料にハロゲン加減を使用せず他の材料を使用する写真の総称で写真技術の黎明期から開発が進められ青写真や ジアゾタイプが実用化された。シルバーショック後に脱銀化が加速したが、従来の銀園写真を置き換える用途においては、感度、貯蔵性に劣るといった弱点がある。講義には、アナログ式の電子カメラである電子スチルビデオカメラや、デジタルカメラによる写真も非銀園写真の一種といえる。なお、電子写真という語は、普通紙洋服写機の静電方式、いわゆるゼログラフィを指して、 以前は広く使われた語であった。デジタル写真は画像を電子データとして記録するために CCD イメージセンサーや CMOS イメージセンサーといった個体撮像素子を用いる。携帯電話などにもデジタルカメラ機能がついているものがある。デジタル写真を写真と認めない人もいるが、デジタルカメラで捉えた像は見ることもプリントすることもできる。2018年現在、デジタルの自動露出。 自動焦点カメラは一般に広まり、フィルムカメラをほぼ駆逐した。動画撮影や録音など、フィルムカメラにはない機能を持っている機種もあるほか、従来の中盤カメラに相当する大きさの、撮像素子を持つ、レンズ交換式デジタルカメラもある。なお、スマートフォンの普及により、廉価なコンパクトタイプのデジタルカメラは、市場が縮小しつつある。写真処理施設からの遠隔地で仕事をする。 新聞記者などのカメラマンにとってテレビジョンとの競争が激化するにつれ新聞に載せる画像を短い時間で送付しなければならなくなった。このため遠隔地で仕事をする新聞記者たちは一時期小型の写真現像セットと電話線で画像を送るための道具を持ち歩くのが当たり前で大きな負担となった。1981年ソニーが画像撮影に CCD を使い フィルムを用いない最初のコンシューマー用カメラマビカを発表した。マビカは画像をディスクに保存し、画像自体はテレビに表示するものであった。ついで1990年にコダックが初の市販デジタルカメラ DGS100 を発表した。その価格は業務用でもなければ手が出ないものであった。商業的なデジタル写真がこの時生まれたのである。 写真の性質はフィルムとデジタルで異なるが共通した観点が存在する。以下、観点をいくつかの性質に分けて紹介する。フィルムとデジタルのどちらが優れているかという議論があるが、すべての観点において一方がもう一方よりも優れているとは言えず、どちらもそれぞれの良さがある。ここでの再現性は画質とほぼ同義である。 写真の画質を判断する基準は多数あるが、分解能、コントラスト、色再現性が個子と考えられる。ここでは、分解能を取り上げる。これについて、その写真が何個の画像セルで構築されるかで測ろうと、する試みがある。フィルム写真とデジタル写真を比較するとき、フィルムを撮像素子の画素数に換算すると、どの程度かと考えがちだが、 何よりもまず両者はあまりに異なる。そのため、フィルムとデジタルで分解能を比較をするのは容易でない。分解能の測定は様々な条件に依存する。フィルムの場合、フィルムの寸法、サイズ、粒状性などのフィルムの性能、用いたレンズの性能に依存する。フィルムにはピクセルが存在しないため、フィルムにピクセルが存在するものとして計測した。 分解能は目安に過ぎない。デジタルカメラでは、センサー画像の保管に用いる、画像処理アルゴリズム、センサーフィルタのバイヤーパターンの効果、記録画質などが関係する。加えて、デジタルカメラの撮像素子や、表示装置の画素の配列は、規則正しい繰り返しパターンを持つため、モアレを生じる場合があるが、フィルムの観光粒子は不規則に並んでいるため、このような現象は起こらない。 2436mm 半カメラで撮影した写真の解像度評価はまちまちである。例えば10メガピクセルという評価がある。より粒子の細かいフィルムを使うとこの数字は上がるし、低級の光学系の使用や劣悪な照明や不適切な現像がこの数字を下げることもあり得る。この評価は2007年の最新鋭デジタルカメラは、来カ半カメラよりも優れているという評価を、 ガンしている。ただし、3 5ト、mm、ルフィルムは一般消費者向けのフォーマットである。プロ向けフィルムカメラとして、中盤カメラ、大盤カメラがある。これらに、先の数値を単純にあてがうと、2007年現在の最新 A デジタルカメラより優れた分解能を持つことになる。具体的には、6 4 5トル半のフィルム写真は、約36メガピクセル。 4、5インバンは約130メガピクセルである。80インバンは約540メガピクセルになる。しかし、20メガピクセルや7メガピクセルという評価もある。ライカハンフィルムは ISO50 クラスの低感度で20メガピクセル相当というのは銀粒子のサイズなどから計算されたものであり、実行的には空間周波数的に見て、色調的。 階調的に平坦な特性を有するのはその概ね40%程度であり、それ以下の細部描写は空間周波数に比例して劣化してくることからおよそ8メガピクセル程度と見るのが正しい。やはりフィルム間交流子の並びやサイズの不均一性や分散性、乳材層の厚みによる焦点の滲みなどの物理的限界から見てもこれは疑いようがないと言える。 高性能レンズを用い理想的な露出で撮影した現代の超微粒子白黒フィルムの分解能は30メガピクセル以上のファイルサイズにおいて適当な細かさが得られる。一般消費者向けライカ版、カラーフィルムでは12メガピクセル以上に安価なライカ版、フィルムカメラでも8メガピクセル以上に値しうる。画像の表示に用いる媒体も考慮に入れる必要がある。例えば、 せいぜいにメガピクセル程度のものが主流であるテレビやコンピュータのディスプレイで写真を表示するのみであれば、ローエンドのデジタルカメラで出せる解像度でさえ十分と言える。4度クインのプリントに出力する場合に限っても、デジタルとフィルムの間に近くできる差はある。出力媒体が大きな広告版なのであれば、高い解像度を持った媒体か、大きな版が必要になるだろう。現在ではまだ、 融通性に関してはフィルムがデジタルに勝ると言える。露出感用度とゴミ、埃に対しての比較を挙げる。露出感用度は、露出多または露出不足のネガから良い画像を得る度合いのことである。デジタル画像ではわずかでも、露出多になると、ハイライトが飛んでしまう。露出不足では、陰影の細部が失われがちである。しかしフィルム、特にネガフィルムであれば、 少々露出方ないし露出不足のフィルムを使っても正常の範囲内と言える画像が得られる。結像面に乗った地理は撮影者につきまとう問題である。デジタルカメラのセンサーは固定であり、デジタル一眼レフでは地理を除くのが困難である。ただし、一部のデジタルカメラにはイメージセンサーの地理を検知しセンサー上のゴミ、ホコリをある程度除去する機構がついている。 フィルムカメラでは画像ごとにフィルムを交換するので、地理に対処するのは容易である。その代わり、フィルムの現像工程以降でゴミ、ホコリが混入する危険が存在するが、いずれも正しい手順で清潔に扱えばほとんど、問題は起きない。利便性はデジタルカメラが普及した要因の一つである。フィルムカメラでは一連のフィルムを撮影した上で、現像をしなければならない。そして現像を終えて、 初めて写真を見ることができる。他方ほとんどのデジタルカメラは液晶ディスプレイを備えており、撮った直後に写真を見ることができ、またその場で不要な写真の削除が可能である。デジタルカメラの画像はパソコンで加工することが容易である。多くのデジタルカメラは画像をセンサーからの出力を画像に変換せずそのまま保存する RAW フォーマットで保存することができる。 適当なソフトウェアと組み合わせれば最終的な画像に現像する前に撮った写真のパラメータを調整することができる。記録された画像自体を加工したり書き換えるという選択肢も存在する。フィルムもスキャニングという工程を経てデジタル化できる。つまり銀塩写真をデジタル写真に変換できる。NASA ではスペースシャトル等の打ち上げ直前の記録写真の撮影に 現在でも限定的にフィルムカメラを使用している。これは規格外の超大型フィルムを用いて1枚の円形写真からボルト1本まで確認できるほどのものでトラブルが起きた時に写真を検証し打ち上げ前から異常があったのかどうかを後で確認するために使われている。フィルムカメラではどんなにフィルムが大きくても旅行にかかる時間は大きく変わらないがデジタルカメラでは データ量に比例して保存に時間がかかる。また、巨大な CCD や保存装置にかかる電力が増え、バッテリーや冷却装置も含めると機器はさらに大型、重量化してしまう。このため、一人の写真技師が徒歩で数箇所から打ち上げ点を撮影するという任務にはデジタルカメラは不向きであった。同様の欠点は、 初期の民生用デジタルカメラでもあり、高解像度の撮影をすると、保存に時間を取られて、シャッターチャンスを逃したり、バッテリーが減ったりしやすかった。その後の技術革新でこうした問題は改善されてきた。二つのフォーマットにおける経済的優越性は、撮影のスタイルによって大きく変化するので、一概に、どちらがより経済的だとは言えない。 デジタルカメラは概して似たカテゴリーのフィルムカメラより高価である。これは撮影自体と画像の短期的な保存にほとんど全くコストがかからないということで相殺され、売る。だがデジタル写真にもランニングコストはある。長期的に多数の画像を保存するなら記録メディアなどに関する費用は甚大である。デジタルカメラにフィルムは不要だが画像を記録する SD メモリーカードや メモリースティックなどを必要とする。それらは限られた寿命しかない。そして、ハードディスクや光ディスクなどデジタル画像を保存するメディアを用意しなければならない。プリントが欲しいなら自分で印刷する家業者に依頼しなければならない。さらに、デジタルカメラはバッテリーを使う。バッテリーは使うごとに劣化するものであり、充電式であっても、 定期的に買い替えるものである。他方、フィルム写真では、フィルムの取得と画像処理にコストがかかり続ける。フィルムは撮影直後に画像を見ることができないので、最終的な写真を知ることなく撮影したすべてのフィルムを現像処理するのが通例である。写真の出来に応じて現像するか否かを駒ごとに決めることはできない。 機材の価格については、製造撤退や機種の生産整理などが進めば、デジタルカメラより相対的に高価になる可能性はあるが、中古市場での流通量も多く、一概には言えない。また多くのフィルムカメラもバッテリーを使い、程度の差はあれ、デジタル同様の消耗品出費は避けられない。フィルムが作るのは一時画像であり、これは撮影レンズを通った情報を含んでいる。 オルソクロマチックのように特定の周波数領域に限られた感度、またはパンクロマチックの幅広い感度といった違いはあっても、色によって対象を捉える点は同様である。現像方法の違いにより、最終的なネガやポジに差は出るが、現像が終われば画像はほとんど変化しない。理想的な状態で処理、保存されたフィルムは実質的に100年以上変わらず、 性能を発揮する。プラチナの化合物によって発色するプリントは基本的にベースの寿命に制限されるのみであり数百年ほどは持つ。高い保存性を保するならば朝食が必須であるという因衆があった。朝食されたプリントの保存性は高い。しかし現在では朝食せずとも保存性を高める薬品が販売されている。2007年時点で コンピュータを中心としたデジタル媒体が登場してから50年ほどしか経っていないのでデジタル写真の保存性はフィルムほどには分かっていない。しかし保存に関して乗り越えなければならない点が少なくとも3つ存在する。記録媒体の物理的耐久性、記録媒体の将来的な可読性、保存に使ったファイルフォーマットの将来的な可読性である。多くのデジタル媒体は 長期的にデータを保管する能力はほぼない。例えば、多くのフラッシュメモリは10年から数十年でデータを失うし、一般的な光ディスクは長いものでも100年程度である。MO などの光磁気ディスクは保存性の高い記録媒体であるが、将来的な過読性という面で劣る。近年は Google フォトなどのクラウドストレージなどで管理する方法もある。さらに、 記録媒体が長期間データを保持できたとしてもデジタル技術のライフスパンは短いのでメディアを読み取るドライブがなくなることがある。例えば5.25インチフロッピーディスクは1976年に初めて発売されたものであるがそれを読めるドライブは30年も経たない1990年代後半にはすでに新品となっていた。合計の3.5インチフロッピーディスクも 2012年現在、ドライブを装備するパソコンは少ない。ZIP は1994年の発売開始後、数年で売れ行きが落ち、2007年時点ではメディアドライブとも入手困難になっている。データをデコードできるソフトウェアの存続も関係する。例えば現代のデジタルカメラの多くは画像を JPEG フォーマットで保存するが、このフォーマットは1990年代初頭に、 登場した国際電気標準会議で企画化されたのが1994年ものである。現在、膨大な数の JPEG 画像が生み出されているが、遠い未来においても JPEG フォーマットを読むことができるかという問題がある。また、複数が並立し、互換性に乏しい RAW フォーマットの将来も不確定である。 これらのフォーマットの一部は暗号化されたデータ、または特許で保護された専用データが含まれているが、突然メーカーがフォーマットを放棄する可能性がある。メーカーが RAW フォーマットの情報を開示しないならば、この状況は今後も続く。デジタル写真におけるこれらのデメリットにも対策が打てる。例えば、ビットマップ形式、JPG 形式、 PNG 形式など汎用性の高いファイルフォーマットを選ぶことによってソフトウェアがそのファイルを読解できる将来の可能性が増す。また将来読めなくなるかサポートされなくなる可能性がある記録媒体にデータを保存していたものを品質を低下させることなく新しいメディアにコピーすることが可能である。このことはデジタルメディアの大きな特徴の一つである。 フィルム画像の合成は難しいが、デジタル画像は簡単に改変できてしまうため、像の申請性を重視する場合、フィルムはデジタルよりも好まれる。なお、日本のパスポートには2006年3月より IC チップにデジタル化された顔写真が埋め込まれている。多くの裁判所では、デジタル写真は容易に改変し得るという理由で証拠として採用されない。また同様の理由で、 犯罪捜査や医療分野などでは未だにポラロイドカメラの需要が存在している。ただし、書き換え不可能な専用フラッシュメモリを利用することで、この問題は克服できる。2012年現在では、Adobe Photoshop やカレル、Paint Shop Pro などの画像編集ソフトウェアで、フィルム写真では膨大な時間を費やす必要があった、色、コントラストシャープネスの調整や、 いらないものを消すなどの画像加工を初心者でも簡単かつ即座にできる。フィルムカメラ写真のアスペクト比はカメラ、写真フィルムの規格や因果紙のフォーマットに習う場合が多い。カメラと因果紙の主要なものを挙げる。デジタルカメラ写真のアスペクト比については次のものが主である。長編が短編に比してより長いものから挙げる。以前はパソコンのディスプレイとの整合性から 三の機種が多かった。DPE10 などでフロンティアや QSS によって印刷される写真の用紙の規格は以下のものなどがある。DPE10 の店頭でフィルムから印刷された写真が銀塩写真の限界ではなく、DPE10 の色補正や濃度決定は不適切な場合も多い。アスペクト比が長編が短編に比してより長いものほど写真に緊張感が生まれるとされる。 カメラオブスクラの原理写真が発明される19世紀以前にも光を平面に投影する試みは行われていた。画家たちは16世紀頃には立体の風景を平面に投影するためにカメラオブスクラと呼ばれる装置を用いその中に投影された像に似せて実景に似た絵を描いた。これらの初期のカメラは像を定着することはできず単に壁に開いた開口部を通して 暗くした部屋の壁に像を投影するだけのもの、つまり部屋を大きなピンホールカメラにしたものだった。カメラオブスクラとは暗い部屋といった意味である。18世紀には、銀とチョークの混合物に光を当てると黒くなるという、ヨハン・ハインリヒ・シュルツェによる1724年の発見をはじめとして塩化銀やハロゲンカギなど、銀化合物の一部は観光すると色が変わることが知られており、 遊戯などに用いられていたものの、これとカメラオブスクラなどを組み合わせる発想はなかった。ウンシュバルイサン・カンダクター、ニセフォール・ニエプス、1825年頃に版画を撮影したものとされるニセフォール・ニエプスによって、撮影された写真の一つ、1826年か1827年頃19世紀、初めにカメラオブスクラの映像と観光材とを組み合わせ、 映像を定着させる写真の技術はほぼ同時に多数発明された。この時美術は新古典主義とロマン主義の並存する時期であった。また大勢誕生した中産階級によって肖像画の需要が高まっていた。そして石版画の技術が新聞図版や複製画などに活用され広まりつつあった。現存する世界最古の写真は 1825年にニセホール・ニエプスが撮影した馬引く男である。現代の写真処理は1840年から最初の20年の一連の改良を規定とする。ニセホール・ニエプスによる最初の写真の後、1839年にはダゲレオタイプが発表され、直後にカロタイプも発表された。写真の普及は肖像写真の流行。 1851年の湿シ色シコロジオン法の発明。1871年のゼラチン乾板の発明へと続いた。1884年、ニューヨークのジョージ・イーストマンは紙に乾燥ゲルを塗布する方式を開発し、もはや写真家は乾板の箱や有毒な化学物質を持ち歩かなくて済むようになった。1888年7月、 イーストマンの設立したコダックカメラがあなたはボタンを押すだけ、あとはコダックが全部やりますとの触れ込みで市場に参入した。こうして現像サービス企業が登場し、誰でも写真撮影が可能な時代となり、複雑な画像処理の道具を自前で持つことが必要ではなくなった。1901年にはコダックブローニーの登場により写真は市場に乗った。1925年、 内科等の登場で一般性、過半性、機動性、フィルム交換のしやすさが高まってスナップ写真が広まるなどした。20世紀以降、カラーフィルムやオートフォーカスやオートエキスポーズが広まった。画像の電子記録も広まっている。現在ではデジタルカメラの液晶画面によるインスタントプレビューが可能であり、高画質機種の解像度は高品質の 35mm フィルムの それを超えているとも言われるようになった。コンパクトデジタルカメラの価格は大幅に低下し、写真を撮ることはより容易になった。しかし、もっぱらマニュアル露出、マニュアルフォーカスのカメラと白黒フィルムを使う撮影者にとって、1925年にライカが登場して以来、変わった点はほとんどないとも言える。2004年1月、コダックは、 2004年末をもって3 5ト、mm、ルリローダブルカメラの生産を打ち切ると発表した。フィルム写真の終焉と受け止められたが、当時のコダックのフィルムカメラ市場での役割は小さなものであった。2006年1月、ニコンも同様にハイエンド機械6とローエンド機 FM10 を除いたフィルムカメラの生産を打ち切ると発表した。同年5月25日、キャノンは 新しいフィルム一眼レフカメラの開発を中止すると発表したものの販売するフィルム一眼レフカメラが1機種になったのは2008年になってからであり2004年1月のニコンの発表以降も4機種ものフィルム一眼レフカメラを供給していた 35mm カメラ及び APS コンパクトカメラの値段は下落してきたおそらく直接的なデジタルカメラとの競争と 中古フィルムカメラ市場拡大が原因である。ザブルーマーブルと呼ばれる最も有名な地球の写真。1972年12月7日、アポロ17号のミッション中に、ハッセルブラッドの V システムで撮影されたものである。写真が誕生した時より、自然科学者などの多くの学者や芸術家が写真に関心を示してきた。学者は写真を記録と研究に利用した。 軍隊や警察も偵察、調査、捜査、裁判などのデータ記録に写真を利用する。写真は商業目的でも撮影される。写真を必要とする団体における写真の利用法には選択肢がある。その団体の誰かが撮影を担当する外部のカメラマンを雇う、写真を利用する権利を取得する、写真を公募する等である。 例えば、エドワード・マイブリッジの連続写真を使った人間の動きに関する研究などがある。それまで人の目が捉えることができなかった一瞬の動きを映し出しており、人々に与えた影響は大きかった。また19世紀後半以降撮影された世界各地での探検や人類学的調査や遺跡調査などの記録写真、あるいは天体写真や顕微鏡写真は、 人類の知識に変化を与えた。ピクトリアリスム運動は絵画の影響を強く受けた活動であり、写真は古くは絵画そのものを期待されていた。他方で鮮明なものの形の記録が写真本来の持ち味であるとして、ストレートフォトグラフィーも現れた。ジャーナリストは写真を使って事件や戦争、人の暮らしぶりなどを記録してきた。報道写真の方がは、 写真発明直後のクリミア戦争の戦場記録写真などに現れている。芸術家もこれらの側面に関心を持ったが、現実を工学機械的に写し取ること以外の面をも探求した。ドミニク・アングルなどの画家は写真の再現性に驚いたとされる。ただし、写真は平面的な再現を得意としていても、絵画のように空間感や形態感を描き出すことはできない。 アングルは表向き写真を批判していながら実際には写真を絵画制作に利用していたのだがこれは彼が伝統的に絵画の根本を支えてきたものがこのように写真に流出しないものであると知っていたからだと考えられるこのことに関して画家のフェルナン・クノップフは光源やライティングをどれほど工夫しても大い焼きや着込みなどを駆使しても絵画に見られるような 卓越したバルールを構成することはできないといった胸のことを述べている。このことはピクトリアリスム及びその延長にある写真にある影を落とす。なお、フェルナンク・ノップフは着色写真、着彩写真を手掛けており、そこには代表作のバリアントとでも言うべきものも含まれている。写真との関係について言及される画家は他に、エドガー・ードが、フランシス・ベーコン、ゲルハルト・リヒター、 デイビッド・ホックニー、チャック・クロースなどがいる。ちなみに、ドガはアングルを尊敬していたことも知られている。フェルメールは、カメラオブスクラにポアンティエなどの着想を得てはいても、カメラオブスクラを直接描画には用いてはいないと考える研究者もおり、論理的に自説を述べている。さらに、絵画芸術には、黄色の書物が見られるが当時黄色の書物が、 存在しなかったとの調査もあり、牛乳を注ぐ女におけるテーブルと壁面の一点、透視図法上の不整合もしばしば紹介されることから、記録上の正確さや作品と事実との厳格な対応に対する固着はなかったと推察できる。現代では画家が写真を制作に使用することを批判する向きもあるが、現代における写真やカメラの使用とカメラオブスクラを昔の画家が用いたこととは、 本質的、根本的に事態の質が異なるものではない。そして、写真を制作における図像の規定に用いる画家は多い。一般的に言って、画家などの作家が撮影できる写真は、写真家が撮影する写真に比して限定的なものであり、実景よりも平板であるために制作が困難なものになる場合もあるが、写真が本人の制作にとって利用価値が高いならば、作家は、 臆することなく写真を制作に用いるべきだろう。現在ではスナップ写真を撮ったり行事や日常の場面を撮影する人も多い。20世紀の間に芸術写真とドキュメンタリー写真の両方が英語圏の美術界とギャラリー業界に受け入れられてきた。アメリカ合衆国では少数の学芸員が写真をそうした業界に取り込ませるために障害をかけた。 中でも結出した学芸員、編集者はアルフレッド・スティー・グリッツ、エドワード・ス・タイケン、ジョン・シャーカフスキー、およびヒュー・エドワードである。芸術写真は1920年代の日本においても最新動向として紹介され、1921年に東京では福原慎三が写真芸術者を、それに先立ち、大阪では上田地区王が次男の橋尾文雄や、 写真家の不動賢治らと共に芸術写真者を起こし雑誌を発行して盛んに宣伝した。東京だけでなくこの時期には大阪も芸術写真の一つの中心地であり数多くの写真クラブが活動していた。漫画家の手塚治虫の父親手塚明もこうした写真クラブの一つ短平写真クラブに参加しアマチュア写真家として作品を発表していた。 写真が芸術かどうかはしばしば議論されるところである。こうした議論は写真の初期から存在していた。写真はしばしばただの記録技術であり芸術ではないという攻撃を受けてきた。単なる画像の機械的生産に過ぎないと主張するものもいる。写真を積極的に自らの作品に取り入れる美術家もいる。例えば日本の場合森村康政は 名画の中などに自分が侵入することで新たな表現スタイルを獲得している。沢田智子は自動照明写真機で撮影した自分の姿に始まりセルフポートレートを駆使した写真活動を展開している。コンミチコは魚や野菜や衣類を使った造形を写真に収めている。三人ともその活動は画像の機械的生産の範囲内かもしれないが、いずれも写真家や 美術家もしくは芸術家に含まれている。写真は、対象の選択、対象と撮影者との物理的距離、対象の様態撮影するタイミングなどによって、撮影者の心や世界に対する態度を反映する。写真は少なくとも、この意味で確かに撮影者の創作物であり、表現の手段である。そして同時に、因果視出力などで介在する技術者の手腕の産物でもある。 また、撮影対象や画像加工技術などにより著作者の発想や手腕が写真を確実に芸術に属するものと言える。しかし、だからといって、すべての写真が絵画や彫刻のような芸術であるということは、記録手段伝達手段としての価値が他の表現手段よりもある以上ありえない。それは、法律や取扱説明書が文芸、 文学ではないということと同じであり、写真がある程度、中立性、検証可能性に耐えられる媒体であるからである。言い換えれば、写真は芸術にとどまらない存在であるということである。鉛筆で、小説も詩も規則もマニュアルも書けるし、略図も絵も描くことができる。カメラ類も同じような広がりを持つ機能を果たすことができるということである。現在も、 情報伝達の手段としての絵はあるが、むしろ写真の発達によって客観性、写実性では写真に一歩譲る絵画が絵描き手の調子の構築、筆地筆筆ばきその他で創作者の主観を反映することが望まれる芸術に特化するようになったと解釈できる。こういった点で写真は芸術かどうかは落書きの絵が芸術かどうかという問題とは根本的に異なる。 ありがとうございます。